北口武蔵五日市駅は東京都秋る野市韓国台にある東日本旅客鉄道五日市線の駅である同線の終着駅でもある駅番号は JC86 東京都道33号沿いに位置する五日市鉄道の駅として開業かつては手前300メートルほど東に山内信号湖基礎があり北方向に分岐する岩石線があった 貨物列車は当駅を通らずに、灰島方面から武蔵岩井方面へ直行し、旅客列車は当駅からここでスイッチバックして、武蔵岩井へと向かっていった。この路線は、セメントの原料になる石灰岩を輸送するために、敷設されたものである。しかし輸送がトラックに移行されたため、1971年に旅客輸送を廃止して、貨物専用になった後、1982年に、 廃線になった。当駅の高架化の際に、旧岩石線の路盤が活用された。現在、山内信号国所跡から南方には高架化前の、当駅に向かう本線跡が、廃線時期として残っている。五日市線の終着駅ではあるが、高架化は、東端駅構造ではなく、中間駅構造で行われた。そのため、下り線端部は延伸できる構造になっている。かつて、 日バル村への延伸要望があったが、今後の構想や計画については特に公表されていない。島式ホーム一面二線を有する五日市線で唯一の高架駅である。JR 東日本ステーションサービスが駅管理を受託している灰島駅管理の業務委託駅である。駅舎内には自動改札機、自動券売機、自動生産機、コンビニ、ニューレイズなどがある。 改札は一箇所で、出口は北口と南口がある。南口から北口へ通路を伸ばした形になっているが、メインは南口である。いずれも改札外にある。2020年度の1日平均乗車人員は3134人で、ある。近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り、駅前旧五日市町の中心部にあり、商店なども多い。 駅前の日ば街道沿いは商店街五日市昭和会となっている。西東京バス五日市営業所武蔵五日市駅前を行くトレーラーバス青春号駅舎高架化,化に伴い駅前バスロータリーが建設された。また駅前には西東京バス五日市営業所がある。西東京バスが運行する一般路線バスと飽きる野市コミュニティバスルノバスが乗り入れている。 530系統は、福西駅始発、武蔵五日市駅業の深夜バスが25時7分まで運行されており、五日市線の終電後も、同駅へのアクセスが可能となった。また2010年4月1日からは、五日市線の始発前に、武蔵五日市駅始発、廃島駅業の早朝バスが運行を開始した。520系統では、トレーラーバス、青春号を使用する。 トレーラーバスによる定期運行としては日本唯一の路線である。サイクリング、登山客などを対象に荷物の一時預かりや有料シャワー、各種レンタルおよび飲食などのサービスを行っている。出店、ありがとうございます。